ダメみたいテープが絡んでるかもしれない。テープは大丈夫だけど、うん、裏ってあるその創造維持破壊という無常、これをサンスクリット語で表した場合、それはオウムという言葉になります。つまり絶対の真理の本質の中心である宇宙の無常を表すオウムと、それから真理というものの複合的な名称、これがオウム真理教の由来なのです。さあ皆さんも今自分自身の生きていることに対して疑問がおありなら、オウム真理教の門を叩いてみてはいかがでしょうか。実際この現実の世界、つまりこの人間の世界というものは私たちを前へと取り込みます。この前へとは何かというと、生まれそして死にゆく間、いかにもそれは真実で、そして絶対的に壊れないかのように私たちを惑わします。しかし実際は多くの示唆をこの人生の中で与えられているはずです。それは例えば仏典にも閻魔大王が登場し、そしてこの世で悪魔だったものに対して送ってください。電話が立て込んでますので、ファックスでお願いします。ジョユさんとは親しかったんですか。他のキャラバ事件に比べれば尊敬はしてますよ。まあ、そうです。宇宙開発事業団に勤めてたっていう自身が、うん、私も宇宙開発事業団に勤めたいなと思ったことあったから、危ない部署につけて実行を学びやさせないという使い方をしていた。どうしてまた宇宙開発事業団に興味があるんですか。宇宙に興味があるんですか。道義的な責任はありますけれども、まあ、法的な責任は問われない。宇宙の何に興味があるんですか。いや弁護士一家事件の初審理の時に、坂本さんの自宅を調べるのに、謎じゃないですか、弁護士である青山被告はあえて使いませんでしたね。青山に報告させたくない、どこからそのいわゆるその上流青山、この両被告、この売り主が上流、ではないということを通じたことを聞きまして、王が述べているのか、本当の王の怖さを知らせてやろうかなどと。はい、もしもし。ちょっとまだ内容詳しく聞いてませんね。起訴ではとか検察も私もとかこちらまだ伝えてませんので、正式にね、いろんなもうその性格でもあったと思うんですけども、今日きっちりそれやるわけですよ、今回の公判で。今日の上位被告の後半含めて、はい、話しておきたいそうなんですけど、ちょっと質問ちょっと今日多くなるから全部ファックスでお願いします。これ質問になりますか。なんか聞きたいって言ってるでしょ。なんかね、お話を聞きたいという、何を聞きたいのかファックスで送ってくださいっていうことで、ちょっと今日は電話多いから。じゃあこの人は外にいるそうなんです。でもそれは関係ない、そんな向こうの都合ですから、そんな。あ、すいません、ちょっと今ちょっと電話を担当しますので、その質問は全部ファックスでお願いします。はい、はい。それはゴミですか。ゴミではありません。植物探索のね、マックス点というのがありますけどね、それをこういう風に。これじゃあ毎日これですか。毎日そうですよ。飽きませんか。飽きませんね。そのいろんなものを食べたいという心のね、働きというのがやはり、それは食の煩悩、むさぼりの心です。誰かな、誰か信者の方が会いに行った時に、朝原さんが石井作さんに
命じて何かを作らして、ええ、持ってきたら血の滴るステーキが出てきて、こんなもん食べてるのかと思ったと、はい、って話があるんですけど、その食べたいとね思ってるわけですよ、その方が、ええ、それ食べたいと思ってて他のところでそれを食べるということは破壊になりますよね。そこで朝原孫子がその弟子に対してそれを与えるということはそこで破壊しなくて済むわけですよ。一つの愛ではないかと思いますが、はい、でも食べる方にしたら行為は同じですよね。同じではあっても、そこで許可されて食べるのと許可されてないところで食べるのとでは違いますね。ご飯にごまにハンバーグです。ハンバーグといっても肉は使ってませんが、タンパク質の。この卵は何ですか？いや、単なる卵です。このスープみたいなものは単なるなんかスープのことで作ってると思うんですけど、まあ、食欲も徐々に薄れていきますし、いずれはまあ遮断できるというか、食べなくても生きていけると。美味しいとか気持ちいいとか、人間のやっぱり生きてる上でね、一番充実感を持つ瞬間だと思う。それを否定するわけですよね。というか、まあ仏教というのはそういう教えですよね、もともと。でも実は中川さんと言ったんですけどね、包丁に。どうですか、包丁してみて。そうですね、あれだけはやってないんじゃないかなと思ってたんで、ちょっとショックでしたけどね、若干ね。やっぱマスコミで報道されてる通りの、まあ、真実をされてますか？ちょっとまだ今帰ってきたところでマスコミのあれ見てないんですけど、まあ、多分そうじゃないでしょうか。まあ、もう全面事業という感じでしたね。そうですね、そう、それはそうです。ショックですかね。そうですね、やっぱり実際その人の口から聞くとはそうだったのかなという、ショックはショックですけどね。私の場合はこの在家 の現世の、まあ、幸福っていうんですか、まあ、結婚とかいろいろありますが、それがあんまりないんです。だからまあ、例えばオウム辞めたとし、辞めるというか、まあ、辞めたとしてもここはダメでも他で修行したいと思うし、つまりオウムだからというのにむしろ現世でなくて、こういった自分の、まあ、修行みたいなものができる場があればいいと。いや、ただまあ本当にオウムみたいにシステムというか、修行システムがちゃんとしているところであればいいと思いますけども、そういうところは他にはないと思うんですよね、今私が見る限り、知る限りは。だからまあ孫子にあなたにするようなグルがいればそれは分かりませんけども、今のところ私は孫子以外はちょっと考えられませんけど。そんな寒くない？マフラーはです、マフラーとかしてたらあの格好見たら寒いのかなと思ってしまった。風吹いてるか、報道陣ですか？いや、そうですよ、逆のあれで見てどうですか？サリンから1年ありましたでしょ、ね、それでまた荒木さんの初公判。録音されてるんですか？録音はうちはしてないです。もうしてたらまずいですか？でもこっちで、はい、こっちでしてるわけで、いや、こちら許可話明らかにやってるからいいわけです。あ、そうです。うちまだ回してないんですけども、撮る撮らないっていうのはね、それ使う使わないあれですけども、やはりそれは常に、もしまだ私カメラマンとは話してないんでわかんないんですけども、やっぱりいつでも回す準備はあるわけですから、その場合それを使用させていただくというわけにはいかないんですか？どうしてですか？これがあるからですよ。で信用してない方絶対ワイド信用してくださいよできない。だって言っても何も返事返ってないんですから。でもこれ今の話してるのはね、取材の自由ということで、もしうちの方で、私知らないんですけどもね、取れてれば使用させていただいても構わないですか？取れてればって、取材がされてれば。私だってカメラと 別行動ですから、
それはデスコ今どっか撮ってるかもしれないってことですか。撮ってるかもしれないっていうか、それはどっかカメラはいるわけですからね。うちは今どこに。あれですか。あれは違いますよ。これ実は入ったけど、まず入ってて、それは分からないので、それはだから、もしね、入ってないんであれば、入ってないし使わないですけれども、もし入ってるんであれば、それはやる。入ってないってことで話したわけですよ。入ってたのね、そんな、あなたそんな無責任なこと言わないでくださいよ。まず確認してください。あ、じゃあでもそれはね、使わないということで話してくださったわけですから、それは私もじゃあ、今回は信用して、それはもしそうであっても使わないということは、あってもってか、ね、もちろんそれは当たり前です。それは当たり前だから、絶対ないと思うんですけれども、絶対というか、ないと思うんですけどね。だからそれは、まだそういう言い方をする。それはもう構わないですか。今うちそこに日本テレビとしているんですけれども。もうしょうがないな。出会いではダメ。え、どうしてダメなんですか。あのフジテレビでミックスで。それはダメなんですか、日本テレビさんは。ちょっと日本テレビでダメ。出会いではダメ。撮ってんの。今実は私が話したのと、ちょっと話して、日本テレビは日本テレビじゃなくて、長いとするするってダメ。このぐらいじゃなくて、これはダメ。無断で撮ってるやつ、今。でもだって今うち日本テレビですって言ったわけだし、それでもダメなんですか。それをダメだって話してるわけで、私これもダメなんですか。それやるから、そういうことやるから、私自身もそうです。それもきちんと言ってありますから、別に何も放送する現場だよ。レンズの前にはやられたら分かってんだろ。絶対しないか、しないか、何もしないか。しが、俺はしそんなの知らないよ。しかも、だから俺は今俺に絡んできた。今その話をしてる時に撮ってくる。それはだから、社として対応してる現場の人間としてそれは現場としてはね、伝えますけども、ちょっと社としての判断っていうのもあるわけですし、番組としての判断もありますから、ちょっとそれについてはめちゃくちゃですよ。しかしもう私の立場考えてくださいよ。いや、だから私は考えて、私の気持ちも考えてくださいよ。でそれはね、無理でしょ。それはもうそれは仕事で、あなた仕事でしょ。でも荒木さんも仕事でしょ。私のでも私が対象になってるんですよ。私が映るんですよ。はい、わかります。すいません、離れてください。だから今いいや、もう大変だけど、やはりそれは私としてはそう思うんですけども、やはり社としてね、取材の自由がパック、スポーツパック2つとなんかリュックを背負いながら大佐の格好で上京してきたんですけども、ちょうどまだその青谷の前に報道陣がたくさんいて、警察もたくさんいて、その東京は本当に全然慣れてなかったもんですから、その田舎者のようにおたおたしながら歩いてきたんですけども、ちょっとその前で警察に捕まって、荷物を見せろ、名前なんだといろいろいきなりそういう質問攻めになって、いろいろなんだそうおたおた対応してる時に、わーっとそのマスコミからそのカバンの中を見せろとか言うわけですよ、警察が。そういう対応してるところになんかマスコミのカメラ向けたり、こういうことするのかマスコミやと思って、それが私の直接知ったマスコミの第一印象ですよね。大事を絶対幸福なまはやいんで安住することができるよう、しぶりを進め、大事を発言をいたします。法を公明にする虚像のような様々な原因に来たれ、輪廻大会を浸水決め出し、帰らすべてが絶対重、絶対幸福なるまはやいんで安住することができるよう、しぶりを進め、大事を発言をいたします。法を公明にする虚像のような様々な原因に来たれ、輪廻の大会を浸水決め出し、帰らすべてが絶対重、絶対幸福なるまはやいんで安住することができるよう、しぶりを進め、大事を発言をいたします。法を公明にする虚像のような様々な原因に来たれ、輪廻の大会を浸水決め出し、帰らすべてが絶対重、絶対幸福なるまはやいんで安住することができるよう、しぶりを進め、大事を発言をいたします。法を公明に移る挙動のようなさまざまな原因に期待、輪廻の大会を浸水決めたし、帰らすべてが絶対重、絶対幸福なるまはやいんで安住することができるよう、しぶりを進め、大事を発言をいたします。本の表紙見せてもらえますか。この本誰が買ってくるんですか。そうですね、荒木さんとか私とか、あの外出したついでに買ってくるっていう。どう思います。なんとも言えません。わかりました。お願いします。寝過ごしたことない。寝過ごしてないですよ、ドライバーのこと。前持って行ったじゃない、私持ってたけど。
歌ってるの誰ですか。そうです。音域が広いですね。修行によって全てはそうなってくるんですよ。全てね、説明すれば何でも納得できるようになると思いますよ。あの喉のビシュッタチャクラというのがね、はい、開くことによって相当声を出るようになりますよ。調子のいい時はそしてピアノの鍵盤の一番の端から端まで全部声が出ると思います。富士道場はあの実際に神々がいると思います。いるって感じます？あの現象、要するに人間の姿をした神々がいます。例えば要するに神通力バンバン使う人が。え、何を使う人？神通力バンバン使う人が。それは今の神社にいらっしゃるんですか？いるんですよ。だから神々が行くかなんですよ。ほう、ただ見せないです。まだ普通の人は見せない。多分マスコミなんか全然名前が出てない人ですよね。そう、そう、普通から見たらおかしい人しか見えない。どんな神通力がありました？いや、例えばもうこ私が何も言わなくてもこっちのことを分かってします。独身ですか？はい、独身術みたいなもんですか？あ、要するに多神通って言う。私は多神通ね。そういう力を普通に使う、あと空中浮揚なんかは当たり前ですか？いや、そんなことは、あれは単なるゲートなんですよ。あのもは私は全然興味ないし、孫子もそんなことは全然、あれはあくまでも自然につくもんだっていう。で、まあ、さっきはもうこういうふうに縛ってたんですけどね。これはちょっと車のシートベルトの改良したやつで、なんで縛るんですか？え、これちょっと地獄のカルマを、まあ、落とすためですね。つまり攻め句を自分に与えるわけですか？攻め句、なんて言いますか、あの自分あの殺傷が多いんですよ。あの動物の会社にいたもんで、どうしても、まあ、殺さなきゃいけない場合があるんですよね。だから、まあ、仕方なく初めはもう嫌だったんですよ、どうしても、まあ、その動物を殺すということですね。でもそこの会社はその、まあ、成績上、まあ、響くということで、で、まあ、まあ豚の会社ですけど、まあ、まあ、それをまあ殺して、まあ、まあいろんな殺し方やってましたからね。まあ12年間それやってたんですよ。まあ動物だけじゃないんですよね。そのハエとかウジとかあるんですよね。でそれもどうしても成績に影響するし、で一応殺虫剤で、まあ、噴霧して、でそれであの殺したんだよ。でまあその結果として今そのね、あの毒ガス攻撃とかありますよね。あれで、まあ、実際に自分たちも変えてきてるわけですよ。でも同じ、全然違うよ、2つとも。コロナ禍ですから、国に表現する可能性を見出せるものの、自ら何かを悪くてまで事実のものは明らかにするものか。国際空港から荷物の運び出しを始めました。ちょっと小橋入ってるけど、でもほとんどは小橋入ってるけど、知ってる人が見たらこの場所で出てる。わかんじゃん、これどう見てもあれ。やっぱり私はすごい気象が。都内の杉並道場には、から立ち退き訴訟が起こされ、ちょっとピンとこなかったですね、テレビを見て、さっき自分が喋ったことがそのまま流れてると、なんだこれやっていう感じで、それをどうしようかっていうところにちょっと考えが及ばなかったですね。ああ、なんか不思議なもんだなというのが一つと、あとまあただその頃私の顔がだっぱり流れましたから、まあ親とかね、昔の高校大学の友達からとか。連絡が入ってきましたね。見たぞって、何してるんだっていや広報部やってるんだって説明になってないですけど
やっぱり顔を晒すってことはね、要するにどんどん前の人がまあおそらく辞めていく状況において、辞めなくなるよってことなんですよね。うん、もし辞めたり、そのことができるにしても、社会復帰がどれだけできるかっていうのが非常に難しい状況に、を 自らも選択といいますか、なってしまうと、はいはい、その辺のことは考えませんか。そうだな、まあ、それはむしろ今言った親とか友達とかが心配したことで、私にとってあまり社会の中でどう私が見つけられてるか、私個人に対してね、まあ、教団のイメージになるとまたそれは私の別個の責務としてしょうがなきゃいけないもんだから、それはそれで気になりますけども、私個人のまあその後どうなるかとか、出たことによってそれがどうな、まあ、今後どうなるかとか、先のことはあんまり関心はなかったですね。もうそういう社会的に私個人がどう受けられると、それはもう私に社会を捨てて一旦出家した身ですから、そういう気遣いってのは今思われてるほどなかったですね。つまり教団を離れようっていう気持ちは将来的にもその可能性もあるかなみたいな部分も全くなかったわけですか。まあ、それは教団を離れても今の価値観に満たされた現代的な今の価値観をそのまま引き継ぐような社会には私は戻る場所はないだろうなというふうに思ってましたから、教団を離れないというよりもむしろ社会には戻らないという、そうですね、こちらの方がニュアンスが強いんです。そうです。頭の上だけで理解してたものをね、仏教の教義というものを身をもって実感してきて、非常に心が止まってきたというか、そういうことを感じますね、最近。確かにそういう意味では感謝してるんですよ。そうですね。だからね、いろいろオウムに素晴らしい教えがあるけども、教えっていうのはね、本当に自分のものにしようと思ったら現象に当てはめなきゃいけないわけですよ。そういう意味では今回その本当に人権も無視されてね、オウムは人間じゃないみたいな状況に置かれてガンガン叩かれるっていうのは、それだけなんていうかな、オウムその教えを自分の中にどれだけ体得できていたのか、もしくはその、ね、体得できるのかということのなんか実地訓練というかね、そういう意味非常に良かったなという思いをしますね。オセロゲームじゃないですけどね、オセロでも黒一色でね負けててもね、4つ隅を取れば勝ちますよねそういうふうなね現象が起きる可能性もね、私は残されてるんじゃないかと思うし、で、まあ、もしそうならなくてもね、私自身はやはり白であり続けたいというか、まあ、白を1枚でも増やす努力をしていきたいと、そういうふうに思ってますね。例えば孫子の脳波って止まってるんですよ。これ何意味してるかというと、潜在意識においてそのいわゆるマインドコントロールがないというかね、その情報に左右されるようなその状態が全くない状態です。使いこなせない。アサラソン氏が、まあ、そこの、まあ、池の前にというかほとりにね、出した途端に異変が起きて、何が起きたかって言ったら、まあ、今までいないと思ったね、魚が、まあ、ものすごい数でいて、アサラソン氏のところにブワーってものすごい勢いで集まってきたんです。でそれがしかもすごく旗から見ての本当にね、喜んでるっていうね感じの、その飛び跳ねたりとか、本当にすごくその
こうなんとか喜んでるって感じのね、そういうこう情景がこうピタリとくるような感じ。しかもこうその時こうたくさん鳥がね飛んでたんですけどね、その鳥たちもあの朝の村長のとこにバーって集まってきて、そのほとり川、川っていうかな、その川じゃない池っていうか湖がそのもう鳥で埋まったんですね。で鳥と魚と私たちとそのまあ聴衆が増えてね、あの朝の村長のまあ話をまあ聞いていたというか、だからそういうそのバイブレーションというか、そういうのは動物でもね、そのあのやっぱり感じるものなんですよね。それ皆さんは実際目の前で、というかあそこにも400人ぐらいの人がいましたから、400人の人たちはみんなあの、まあ、そういう場面を実際経験すると。こっそりパンかなんか慣れてたんだよね。いや違いますね。グルは欠かせない。ただやっぱりその競技っていうのはやっぱりデコにやっぱり存在してるわけで、まあ、当然その地が解かれているその競技っていうのもあるんですけども、その他いろんな仏典と昔から伝わるそういった経典もありますから、やっぱりまあどっちもらえて壊れてるのが一番正確なところだと思うんですけども。でも現実的に多分、朝原でもね、釈放されてたのことはまずないですよ。つまりみんなは二度と朝原さんには会えないかもしれない、話もできないのかもしれない。そうですね。松本智蔵被告の裁判がまもなく午前10時から東京地方裁判所で始まります。朝原被告が問われているのは合わせて17の事件です。申し訳ないんですが、一応こういった形でね、許可をいただいたんですよ。で、できましたら、まあ、2時から、24日の2時から9時までと、明日の9時から21時までっていう、まあ、上限ついたんですけども、これって事前に私話聞いてましたか？どうなんですかね、日テレさんの方から申請をお願いしたんで。私これ聞いてないですけどね。先にあの教団側にこういう意思をもらってからっていうのは条件ですよ。いや、これは何ですか？ただ2つ件ですよ。関西のその管理占有しているその関西の許可と中に住んでいる住民の許可と、それは当然言うはずです。関西に言われなかったんです。いや、この日テレのね、この中村さんという方はどうしちゃったんでね、ちょっと中村さんに聞いてもらったらいいと思いますけど、簡単にもそういう人もそれ言ってますよ、間違いなく。でもし現場に住んでる人たちに了承を得てからにしてください。でもしそういう了承が取れてるんであれば入っても構わない。了承が私ですよ、具体的には。私に了承がいるわけですよ。あ、じゃあ、荒木さんの方にはこれは言ってないって初めて見ますよ、これ。一応その、まあ、常識のことで改めて言うまでもないけども、取材申し込みに行った人に対してはとか、こちらこちら許可ですけども、当日の現場に住んでいる人たちの了承を得てからに話はしてるわけなんです。決まり滑ってないで、そのどれだけのね、まあその条件がついてるっていうんだけど、どれだけのその拘束力っていうか、そちらのまあ意見をね聞くその拘束力みたいなのが、でも勝手に入るとおっしゃってるんですか、もとにかく。いやいや、場合によって場合によってちょっとそれは無茶ですけど、なんか低下してるわけだから、ですがこれ確認時間が誰に確認するんですか？ここですね。これ何を確認するんですか？ここにだからそちらからの、その許可ね、必要だっておっしゃいますよね。当然、
だからその辺はどうなってるんだっていうのを聞いてどうなってるとか、これはまあこれはそれはそうなんですよ、うん、ええ、だってこっち入れないもん、入れないもん、分かった分かった、あなたの話してるんじゃないからさ、だってこっち入れないもんそんなの、荒木さんの話をお話というか、まあ許可というか、まあ、信者の方々のその、ええ、承諾をもらって、ええ、でその後でこちらの安倍さんの方に、まあ、こういった形で申請を出して許可をいただいて、ええ、でそれからまた荒木さんに、まあ、話を通してから入るということですね、まあ、それが、まあ、常識的じゃないですかね、まあ、なんかね、私は聞いてない、 NHK さんの後というのは取材は許可していただけるんですけど、うちらもぜひできれば、やっぱり一社だけとか、だからまあ共同取材という形でね、一社ずつじゃなくて合わせてという形でしていただければ話に入る形でも結構なんですから、厳しいな今。もう破損管財人の方の、いやこっちからこっちに荒木さんの許可取ってやればいいんだろ、破産管財人に、こっちこの安倍さんに、だからおめえ口出すんだよ、だからアギレさんの、お前の許可取るんじゃないかな、荒木さんの許可取りゃいいんだから、一応荒木さんと、はい、まあ、交渉した上で、まあ、まあ入ってくださいというようなことは僕も聞いてるんですけども、誰からですか、こちらからでしょ、でしょ、だから、うん、それをお願いを今してるわけなんですよ、で、いやでもさっき私基本的にはとにかくうちはもう当然のことながら関西の権利があるから入る権利があるんだけども、いや一応そういう言い方じゃ、ね、じゃないんですか、全然違いますよ、こういう許可が私下手だけど、いやそうじゃないですって、今の場合は、まあ、人をちょっといろいろ言うのもなんですけども、なんか許可こちらがね許可があって、荒木さんから許可があってこれが出てって言うから、ね、だからそういう そこから話が始まっちゃってるから、だからそういうなんか強い言い方になっちゃったけども、わかります、うん、わからないです、わかんないですか、まあまあいいです、わかりました、だからお願いをしてるんですが、現実にちょっと難しいです、難しいです、我々の取材が、テレ朝さんがまだ終わってないからということなんですよ、あ、そういうことなんだ、まあ、これも含めて全体的なそのいろんなものの事情を考えていると、私はその和田さんには留保という話をしてあったんで、ちょっとあまりちょっとこれあまりいがみ合わないでください、ちょっとダイアログの方ちょっと入るタイさんです、ちょっと NHK ここでやろうかな、性格いるところ絶対に個人と特定されないような形を取ることはお約束いたしますし、そういう形で取材をしていただきたいと思います。それといって動揺することはないですか、事実だけは事実として受け止めて、あ、そうか、それだけですね、それはそのあこういうことがあったんだというか、明智の事件があったということについては、まあ、あったんだという認識で、その人に対して気が変わりますよね、サマカさんもこうやってやめ、ちょっと会話になってないですよ、そうですか、ちょっと やめましょう、報道されたら間抜けだろうなと思いながら、ではやめましょう、何を頭で考えているかというのはあんまり理解できないと思うの、普通の人には、まあ、だから何言ってもね、その人が結局自分持ってるイメージでダブらせて受け取っちゃうわけだから、私たちの本当の気持ちってのは分からないです、それに普通以上に修行者の感情とか心の働きっていうのは一般人に理解できないですから、もう意味だと思いますけど、ちょっと今のやり取りのちょっとチグハグさっていうのは田中さんもうまく言ってますけど、ちょっとこれではやっぱり放送にならないですけど、理解できないっていうことでもあって、まだ諦めるのか、いや誤解を言うでしょ、誤解を、うん、だから誤解を言うぐらいだったら下手なことなんて言わない方がいいでしょう、誤解をなるべくまあ少しは入るのかもしれませんけれども、というか入るそれがほとんどだと思います、それがほとんどだと思います、本当のそういう意味では、例えばですね、本当の誤解のないようにおっしゃることというのは難しいんでしょうか、誤解をするのは受け取る側が誤解するんですけど、
じゃあ私たちもそうですけど、人の話を聞くと、その人の言いたいことを本当に受け取ってる人がほとんどいないんですよね。そうですね。本当、心が透明になった人じゃないか。だからね、だから読みにしましょう。本部さん、これオウムの人が撮ったんですか？うん、ビデオカメラあるだけ用意して捜査の時は捜査の状況を撮ってますよね。 これはあの大中佐ってやつ。本田さんここに来たのは何年前ですか？で出家したのは何年前？再出家が再出家というと私いっぱい出家していっぱい下等してるんですよ。なぜ？まあ、あの中古のポンドに負けたんですね。食欲、性欲、色欲、どれですか？全部です。全部というか、嫌悪と、あと性欲と食欲と親に対する情と、大体そんなもんですかね。それはあの一回下校して次出家するまでの間ですよね。木並みの一般的な幸せを追い求めましたから。当然それ恋愛も付随しての女性体験。そうです。よかったでしょ。まあ、初めはあの結婚まで考えましたけどね。いや途中でやはりあの最終的には苦しみに行き着くなんていうのが分かってしまって、本当に相手を幸せにしたいと、思ったらお互い執着し合って幸せな結婚して幸せな結婚生活を送って幸せな老後を送って、まあ子供も愛すべき子供が大きくなって、全く理想的なあの今一般的に考えている理想的な結婚生活を送って人生を送ったとしますよね、はい、それができたとしてもいずれは死に分かれると、愛着し合ってればし合ってるほど死に分かれる時の苦しみは大きいと。だとしたらあの相手とそういう関係を結ぶってことは相手にとって幸せだろうと、それよりもそういったものは苦しみなんだよということ、そういう感情というものを乗り越えさせてあげることの方が相手にとって本当の幸せを与えることになるだろうと思ったんで、私はそれはあのそういったことを途中で断ち切りましたけど、ね、自分の感情としては。でまあそれだけじゃなくて、やはり真理の教えに沿って生きることが本当に自分を解放させる道なんだということに教えてあげようと。今は修行してますけどね、彼女。今ここにいるんですか？ここにはいないんですけど。幸福の信者ではあるわけですか？今も修行生活続けてると思います。中川被告だとか、新見被告だとか。地獄行くぞ、救地獄救済行くぞって言った時ね、ちょっとそのシーン、今回はやめさせていただきますって言うんじゃないかと思って、それを言えない弟子は行きますって言えるだけの強い弟子になりたいけどなと。もしがいらっしゃった時よりもね、もう修行をみんなやりだしてますね。そのためにこれがあったと思うけどね、そう
そうだね。あまりにも弟子が修行しないんで、もうここまでしないと修行しないかという形でもう窮地に追い込んでくださったという。もし大学入学して3日で辞めちゃったんですよ、大学を。なぜ辞めたかというと、大学入って実際大学の生活を見て、こういう人たちが大人になって日本の社会って出来上がってるんだと。だったらもう日本の未来に光がないなと。これはもう社会が腐敗して当然だと。だから誰が何かやんなきゃいけないだろうと、誰かがこの社会を立て直すというか、理想的な社会を作り上げるような行動を起こさなきゃいけないだろうと。で、私が考えたのは、これは出家しなきゃいけないっていうことを考えたんですよね。私は出家するんだと。そこの飛躍が分からないんだ。飛躍なんです。私も分からなかったんですけど、人質に捕らえたらやるじゃない。大変だったね。あと人がいいから。でもあれだよね、でもそれによって少し誰かでも分かってくれる人に行くかもしれない。そうそう、それはそうだ、それはそうです。この人の誠実さには打たれるからね、やっぱり。そう思いますよ。川上さん、この人いつまでこんなことされてるんだって。思ったけど、せい、あれが。じゃあ、ほんとさっき言ったけど、精神が非常に成長しました。そうでしょ。彼はもう素晴らしい成長してるからね。あの、孫子帰ってきた、帰らなくてもこ、もうステージはかなり言ってる。日本が法治国家であるということを全く無視してる。全くこういうものはね、とってまともにね、議論する相手じゃないね。さて、この後お知らせございまして、今日の冒頭陳述の中で明らかになった3つの事件、詳しく見てまいります。今日は悪いですね。はい、今日は悪いですね。評判はもう随分悪いですよ、確か。弟子に対するマハムドラですよ。グルとはこういうもんだって言ってついてきた弟子たちの観念は崩されますよね、ガシャガシャガシャっと。その時点でもグルについていけるか、あるいはもう失望してやめちゃうかと。こういった観念崩しですよね。つまり一種のまあ試験というか審査というか、そういうもんですか。うん、まあ、弟子の修行を進めるために演技してると。つまりこの試練に、試験に通らなくて脱落しちゃう人もいるわけですね。そうですね。本田さんは。私は別に揺れないですけど、それではもう今回の一連のあれで、もうブルがどんな人間であると僕はもう構わないと思ってますから。極論聞きますけど、例えばですよ、ここでもしじゃあ朝原被告が土下座して、みんな私は悪かった、私だけは助けてくれと泣き叫んだとといった報道がされた場合でも変わりません。変わりません。それはその情報を信じないということなのか、それともたとえそれが事実であっても自分は変わらないと。事実であって目の前で見たとしても変わらないですね。というのは、僕を最終的な下脱まで導いてくれるのは孫子しかいないっていう確信があるので。僕らはその信者の方のね、そのプライバシーを侵害するためにね、入るわけじゃないわけだし、自分の立場もあると。皆さんの立場も悪くなりますよ、マスコミってやっぱり。こういうの思ってるでしょ、今現地上で。じゃあいいんですか、さらに増幅されてもということになるんですよ。そういうほら、あのなんていうか、ヘリクスじゃなくて。ヘリクスじゃないじゃあ、どういう条件を詰めていったんですか。金銭面ですか。
そのこと言う必要ありますか？それはまだないですよ。いやそれと同じようなあのことを我々に時間的にだから私とにかく詰めれた中の人間の説得ですよ、一番大事なのは。あじゃあ、またそこ喋ってない、またあちらの方へ行きますか。僕あっちに一緒です、アキさんと。あ、一緒、ええ、教団の方、教団じゃないですか。じゃないですけど、あの教科書を持ってます。どこに所属するんですか？フリーですよ。あ、フリー。このオウムに関しては個人的に交渉して、個人的にその時に。でも、多分置いといてくるんですよね。帰りはね、一人で帰る、帰りますよ。それとも一人で帰ります。いや、一人で帰ります。はい、よろしいでしょうか。はい。あと一回家に帰ると親がなんか怖い顔というか引きつった顔で待ち構えてまして、ちょっと座れと、なんかあるなと思って、なんとなく察しがついたんですけども。ご両親も二人ですか？ええ、話があると、何かバンと本を取り出して、まあ、あの女、オウムの本だったですね。なんだこれやと、麻原彰晃だ、読んでるのかお前、線まで引いてあるじゃない、こんなに読み込んでるのかって、あそれなりに得るとこあると思いますか、まさかお前入ってないだろうなって当然入ってるそれやるときはやると、中途半端嫌いだということを、で切り出したってことは言ったんですか？切り出したのが最初ですね。親を慰めるとかね、子供らしいその情、親子の触れ合いっていうのもやるべきなのかもしれませんけども、まあ、向こうは求めてるんでしょうけども、もうそれは私の役割ではないと。私は出家しましたと、まあ、幸いまだ幸いはどうか分かりませんけども、二人まだ兄弟がいるし、そういうものを欲するんであれば、まあ二人の方に行ってくれと。私はもうできないと、しないと決めて今ここにいるんだと。最近はこの格好ですか？そうですね。背広を今日持ってきたって言ったら、荒木さんの私物。私物、ええ、試験の時持ってきた、まあ、一丁裏ですけど。セブロ一着だけですか？一着で。それいつ作ったものですか？はい、いつ作ったんですか？大学入る時ですね。入学式の時、最初で最後に作った。大学入る時にご両親がきっとあつらえてくれたんですか？そうですね、まさにその通りですね。今ちょっとスリッパ借りちゃうかしてもらおうと思って。靴は忘れたんですね。なんか意識なかったですね。
長が本日の意見についての予定であります。なお質疑応答につきましては時間の制限がありますので発言者に対する個々の質疑は行いません。質疑を行ってもらいたいと思います。一番最初に金子俊子さんお願いできますか。登壇してください。これをもって教団側 の、 その、まあ、弁明はですね、全て終了したと指示であるというようなことが判決で出たかと思うんですが、果たして事実なのかどうかということについては、そして皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあって行った行為に応じて報いを受けると聖書は伝えています。まず第一に教祖の交代について。教祖が誰に変わるんですか。アキテルリンポジェゲイカと緑光リンポジェゲイカです。誰ですか。孫子の、子息です。あ、長男と次男、はい、ということはあなたの弟さんに当たる方ですね、はい、あなたが、長女ですから、はい、一番下の方の長男と次男の方に、教祖が変わる、はい、第1子から第4子までが女性で第5子第6子が、まあ、そういうのはプライベートに関わるのであまり出さないでください知っていても勝手に出していきませんよ。それその年齢はその出せないということなんですか。年齢はまず私は知られたくないです。将来的に教団の代表にお気になるというような意味でいらっしゃるわけですか。いいえ違います。そうしますとどういうお立場で教団の役職とかあれば。いやそれはみんなで教団全体を補佐していくわけですから。特にそのお二人のリンポジェ芸家ですよね、まあ、姉の立場として、まあ割と身近でこれまでもずっとそばで補佐していたというかな、まあ、本当ですか補佐というのなんですけど、ね、まあそういう立場ですから。いやそれだけじゃなくて発言に力を持たせるためだと思ってください。何なんですか。そうですね、私たちのうちの誰かが表に出てくるということはそれだけ教団が本気だと思ってください。教祖変えるわけだからそうするともう修行自体も全部変えないとまずいんじゃないですか。そういうことやりたいわけでしょ。いいえ違います。違う。教えの流れってのありますからね。教えの流れというものは代々自然に受け継がれるべきものです。ええ、ですからその前の教えを否定してしまうことはその後の教えの流れもありえません。じゃあ教えは否定してないんですね。教え自体は否定していません。ただし誤解を解く、誤解を受けたりする面があったりしたのでその協議の検討については否定はしないけどじゃあ考え直す部分があるってこと。それは出ないとあなた方が上げ足を取るじゃありませんか。いや上げ足じゃなくて裁判の中でね信者の人たちがそれにのっとってやったっていうことを言ってるわけですけども上げ足ってことじゃなくてあの信者の人たちが言ってるんで僕たちはそう理解してるんですよ。どこまで変えるんですか。じゃあポスターは変えるけどもテープの声は教えの流れ自体は変えないということです。いやでもこのポスターっていうのはやっぱ教えの流れに関係してるんじゃないですか。してないの。それはもう
直接に 誰を帰依の対象にするかということですか。まあ、ちょっと一般的な宗教 その構造ってね、ご存じないからそういうふうにおっしゃるんで、ちょっとやっぱりみんな知らないから、そのために会計やってるわけでしょ。かっこいいよ、かっこいい、かっこいい、すごいかっこいい。毅然としてて、それでは企業の会計を毅然としてて、簡単に、3つのポイントがあるんですが、なるほど、好きなんだまず第一に京都の交代席、それから商品の設置、それから企業の、もうちょっと前か知ってたか、あなたに話を聞きながら、僕は見たらやっぱり普通のちっちゃな子供が一生懸命暗記喋ってるとしか思えないので、違うんですか。いや、やっぱ違いますよね。一見そう見えるんですよ、うん、でもその集中したりするともう今ちょっともう頭がちょっと冷たくなってきてるんですけど。今これをつけたから。でもそれ以前もまあ少し冷たくなってきてるんですけど。冷たくなってるってのはどういうことなんですか。まあエネルギーが入ってきてるっていうか、うん、吉田さんの頭の中で。頭の中ではつまりこのビデオを今つけてやっぱ声を聞いたからですか。いや、まあこれは勉強されてるって写真が小さいよね。実際お会いしたことありますか。いや、お会いしたことはないんですよ。お会いしたいんですが、もともとそのいろんな自分の悩みとか今まで聞いていただいたのは孫子ですからね。そういう意味でのその孫子の思い入れっていうのは強いけど、まあでもお子様っていうか輪法師芸家は輪法師芸家で私は非常に好きなんですけど。一応各社は5人ということにしておいて、各社あテレビ局は、はい、新聞通信雑誌は2人で、ちょっとなんか、まあ、長田来たら行ってください。さっきなんか日程の中継者が来てたんだよね。いや、ディレクターから電話がありました。あ、来るって、かわいいだろ。そうか、いや長田対策ごめんね。もう早速ハンドカメラで撮ってたらしいです。本当顕微鏡から。商売だからしょうがないんじゃないですかね。その新聞もやっぱり売らなきゃいけないし、テレビに関しても見てもらわなきゃなんないし、そういうのがどうしてもやっぱりあるから仕方ないんじゃないかと思いますけど。会見の後の質問というのはちゃんとあるわけと思いますけどね。思うじゃ困るんだよ。ちょっと話しますし、はい、それでないとこんなの書かないよ。当事者である私たちオウム真理教の信者が直接意見を述べる機会を与えていただけますようにお願い申し上げます。何時間ぐらいやってましたかね今日。なんかね、今日長かったよな、うん、意外と質問が続いて出たから。なんか長かったリハリのない質問が。そうそう、井戸にサリンを投げ込んでいたらみんな誠しやかにやっぱり恐怖するんじゃないかな。大丈夫に絡まれてそうやって、まあ、不満の吐き口にされる危険性はないと思わないなという危惧があるんです、ね、ハイジャックが始まってそういう思いました。肩を抱いて
と見つけたこの幸せは誰にも誰にもあげない二人のものさ涙に濡れた吹いてあげよう仲間何が高いですか。あんたたちの教団に権威がかかってるということを言ってる。そっちを勝手にかけてるでしょ。別にそっちにあるわけでしょ。何言ってるの。現にはあんた裁判にかかってて何ともけたこと言ってるの。あんた教団の人なんでしょ。私が何の関係にあるわけ。教団の人だって言ってるから当然名前を教えてくださいと言ってる。なんで教える必要があるわけ。だから教団の人だったらみんな教えてもらってますから教えてくださいと言ってるんですよ。だ黙ってね。だから黙っていけば当然不審者になるんですよ。いやそっちで勝手に不審者をしてるわけでしょ。県の詳しい今一緒にいる人たちが全部調整してくれてるわけでしょ。ちょっと邪魔してます。少し離れてます。友人が監禁されてるとか。なぜ言えないの。なぜ言えないの。なんかやましいことがあるんですか。何じゃあ教えてください。なんで聞いてるの。じゃああなたなんかやましいことあるんですか。じゃあ教えてください。教えてください。いいですよ。はい。あんたたちのやったことを国民が知らなきゃもう。なぜ言えないんですか。なんで言えないんですか。何かやってるんですか。何かやましいことをしてるんですか。思いませんか。悪いじゃないじゃないですか。悪いの怪我人だからね。あんなのちょっとばかりだよ。怪我してんだからそんなこと失礼でしょ。荒木さん、あなた広報部のね役職に就きながら何ですかそういう言い方は。責任ある立場の人とは思いません。真実ではありません。大丈夫か。大丈夫か。どこの誰だか分かんないからさ。なんだ。歩いてる人がどこの誰か分かんないじゃ困るからうちの方も。大丈夫か。名前大丈夫か。病院行っても治療を受けられないぞ。やらんことしないでください。大丈夫だよこれ。やめてくださいよ。意識はっきりしてるか。やめてください。大丈夫か。意識はっきりしてるか。脈を取って救急車が来る間に脈を取って、本人正常かどうか今やってるところです。大丈夫か。皆さん慌てないでください。慌てないでください。脈を持ってるところですから。
申し訳ないけど、ここから捜査活動ですので、ちょっと離れて撮ってください。お願いします。あなたはどなたですか？森と言います。もうちょっと離れてください。もうちょっと離れてください。さっきからずっとね、やってるけど、いくら報道の自由とはいえね。本当は広報っていうなんかまとめ役ってできないね、荒木さんね。今日のこと見ててもね、だからまとめ役できないんだったら、もうやっぱりもう社会に出てね、一般のところに入って一生懸命働いた方がいいよ。騒動があると、まあそういうような、ね、不安をね、皆さんにおかけするということはよくわかるんだけど、でも最初から多分見ていただいたらわかると思うんですよ。今がですから、信者だったら最初から見たらもっといいから、あんただったからみんな私ぶん殴ってやるから。いや、それはさっき、ちゃんとサラリーマンになって、同じね、会社で、立派な会社になったっていいじゃない、朝見るとあなた働けばいいわ、頭のいいあなたってやることじゃないと思うよ。頭が良かったらどういうことやったらいいわけですか？いや、でも頭が良かったら、頭が良かったら人の上に立つ人間になったらいいじゃん。今日なりできることあればと思ってやらせてもらってるんですよ。仲間もいますし、私よりもっと困ってる人いますから。僕は悪かった恩の部分とは関わってないし、今後も関わるつもりはないし、今後はそれ悪かったんだったら直していこうと思ってますよ。直したって、あなた赤い水が真っ白でよ、赤いものが滲んだらどうなる？一年間あなたはみんな真っ赤ですよ。でも真っ赤が白にはならないですよ。フィルターを通せばなりますよ。それはやらないといけないんですよ。僕たちはそれは僕たちの責務だと考えてるから。フィルターになるわけ。そうです。人生フールになってるわけ。そうならないとダメでしょ。上の方の名前聞いたんだけど、下の方の名前聞いてるの？達也と言います。達、どちらのかね。はい、2名の方の名前聞いてるの？安岡です。安岡、高原です。高原さん、はいはい、高原さんはどういう字か。難しいです。特急の卓に治安の地。あー、なるほど、はい、6378。これから、はい、もしもし、そうですね、本能警部ですか、はい、山本ですけども、どうですか、もう釈放されました？怪しい高い停止を確定するんだ。さっきの A、はい、今日逮捕された、はい、じゃあ明日では送検ということですか？身柄同意感からの送検されると、明日身柄送検ですか？起訴させるのとにかく止めることを第一に考えて、その映像相談の関係で理由を活用できる分があればそうした方がいいというのは意見です。壊されます。全ての魂を高い世界に壊す。僕ら今できないんですよ。全ての魂を高い世界に壊すんですよ、ね、それはやっぱ僕ら今できませんし、映像を見せる、その映像を見せるじゃないや、渡すことは。じゃあちょっとまた今対応ちょっと検討してるんで、決まったらそれを連絡します。いいように向こう側の説明に乗っけられて、まあ
悪い形出るだろうとおっしゃってます。警官に押さえつけられて結局投げ倒されたと。で警官はあの足抱えてひっくり返って公務執行妨害で逮捕というかいつもの方なんですよ。警察の便宜を図る気もありませんし、オウムの便宜を図る気もないんだってことはきちんとニュートラルに自分なりに爆発しなきゃいけないわけで、証人が映像を撮ってたというところまではあれなんですか。証人がだから、まあ、それの証拠を持っているというふうに言えば向こうは分かるんじゃないですかね。なるほど、現場、まあ、対警察って見えてますよね。第三者のですね、あの証人があの同行しておりましたんで、まあ、その証人と、まあ、その証人がその、まあ、決定的な、まあ、証拠を握っておりますんで、まあ、それはあのこちらとしてもあの、まあ、参考としていただきたいというふうに考えておりますんで、そういうこともありますんで、あの、まあ、速やかにですね、まあ、今回の件はあのどう考えても不当ですんで、あの釈放する手続きをですね取っていただけるようにあの要求しますので。ちょっともうちょっと少し。については検察からこれは明らかに打ち上げと言ってよい。こうやって市民運動とか対権力の対応もこういう一枚のビラ一枚の、それからあるいはカメラ警察怖いとかやらないっていうことじゃなくて相当個別ではやってるんだよね、ところが権力の力の方がうんと上回ってるもんだからめちゃくちゃやってた。徳間検察官は今彼を起訴するか起訴しないかという点の、まあ、検討をしているわけですね、まあ、できたら起訴させない方向でですね検察官と、まあ、交渉していきたいというのが、まあ、弁護士さん並びに、まあ、私たちの、まあ、考えなわけですね。そこで、まあ、ビデオテープがこう生きてくると。で傷害罪で3週間取られると公募プラス3週間、これは間違いなくというか起訴されます。起訴されると日本の起訴率というのは有罪率は 99.8% だから絶対これはもう弱いというのはそこですね。起訴されたらもう終わり、終わりと言ってもいいですね。そうすると彼の場合は起訴されると前の事件があるから今度執行猶予を取り消されると。それはメディアという人、うんうん、ものに関わる人間の一つの使命として、うん、そのメディアでそれを、まあ、市民に伝えるということ以外の目的に、使われることを許してはならないんだという最初にその決意があるわけですね。自分がまさしく真相を知っている、でその真相を知っているがそれをもし今隠匿すると一人の無実の人間がまさしく冤罪という罪にも陥らんとしていると。でこれを作品の成立ということを、まあ、口実にして見逃していいものかどうか、まあ、そんなこといろいろずっとこの考えすぎていたんですが、結論から言えば今、安岡が言いましたようにですね、まず第一の結論です、川村弁護士さんに供託します。川村弁護士さん、これです。どうも、初めまして。
お話よく分かりました。で私の方でも、はい、裁判目的以外にはですね、はい、利用する気はさらさらありませんし、はい、じゃあありがたく頂戴させていただきます、はい、すいません、なんか、まあ、最短の場合ですね、このビデオを証拠化することによって、あさっての裁判を前に釈放っていう場合もあり得るんですね。ご迷惑かけました、本当にありがとうございました。検事がね、今日取り調べの時にね、どうもビデオテープが届いたみたいなんですよね。うん、それでね、もう一旦帰ってって言って下に戻されたんですけど、それからまた10分か15分ぐらいして急に呼び戻されて、釈放することになりましたんで。じゃあもっともっと面白いことあるよ。ああ本当に、うん、U 字工を作ってるとことかね、作った U 字工をね、手作りとかってすごいよ、圧巻。ここもよく似たもんだけど、ああ、うん、注射するやつかな、うん、いや馬にするのはでもどうかな、知らない。この水は何だ、分からん、分かんない。匂ってみた、アルコールだったりする、サリだとどうしよう、やめてよ、やめよ、警察見てるから大丈夫だよ。そうだよね、中も入ってる。ここ誰、でも誰の部屋だったんですかね。村井さんの。ああ、でもあります、あります。まあ、うん、まあ、おお、ちょっとなんか考えですね、それね、マークの神秘と世界観、その宗教あるいはその信者のですね、その頭のその結構感化ということを考えてみた場合ですね、まともじゃないとですね、結局生産をしない連中だからですね、何も何もそれに来てもメリットないと。誰か下の名前は、私は広志、三蔵三蔵三蔵杉江杉江ですね。肩書きは広報副部長。副部長。おいくつなんですか。28。しっかり頑張って握手してもらう。じゃあ、荒木得られたと思います。お互いね。はい。
じゃあ元気でね。はい、失礼します。今度今回何て知られてん、何て挨拶したんですか。うん、ちょっと聞こえなかったもんで、ね、これで集結だと、一応社会人に、社会人にね、なるじゃないかと。あ、それはどちらが声が本庁、私が、それで向こうはなんて答えられました。はい、お互いに勉強になりました。お互いにお互いに、お互いなんじて私にも言ったから、お互い勉強になりました。入るのは初めてですか。入るのは初めてですか。お、出てる。中入るの初めて。なんかくつろぐとか。皆さんはこのこの地区の町内会の方ですか。そうです。町会長です。ご感想いかがですか。ご感想はいかがですか。なんだか汚いね。汚いじゃないか。まだいらっしゃってるから、もうこれで終わります。あ、もういらっしゃってる。いい、警備はすぐ出れるのに OK なってるね。あ、はい、ちょっと通路はそこは開けてください。通路開けてください。見て帰っちゃうよ。動産類一切管財人がいかように処分をしても意義はございませんという確認書の早く皆さん早く来てくれって亀井さん、はい、みんな早く来てくれって。大野新宿被害者の会の代表の長岡です。あ、どうも、はじめまして。あの、今日はね、一つだけお願いがあってきたんだ。あの、まあ、こうやってだんだんみんないなくなるから、親兄弟にたった一言、元気でやってるよ、はい、さよなら、それだけでもいいから、ね、1日2日の間に連絡入れてやってくれと、それだけ、元気で信用してるよ、はい、さよなら、それだけでいいですよ。なってますよ、それは。親御さんから必死に連絡があるのは、元気で信用してるよと、お母さん、お父さんも元気だな、それ一言だけでいいです。それだけの何か折りがあったらば、言ってやってください。ね、それはそれによってね、はいはい、その改めて言っておきますけど、改めてお願いしますよ、それで、ね、何人かの人たちがもしかしたら、ああ生きてたのかなっていうことが分かる場合もあるわけだから、まあおとなしい青年でもあるわけだから、お母さんもよく存じ上げてるし、ああいうお母さんに育てられたお子さんがね、おかしなわけがないと私は信じたいし、じゃあ荒木さんよろしくお願いします、ね、はい、分かりました。いい、体をね、気をつけて。だからお会いしてあなたの責任感っていうことでね、よく理解できるから私も、なかなか俺説得しが責任果たしにくいかもしれないけど。ここで探査機撒いたことをさ、あんた何とも思ってないんですよ。それ一つさ、あんた代表なんだからね、教祖の代わりの一言、
ここのあれはまだここに立てかけてある、はい、あれ持ってきたあれに看板かけない、はい、でも刑事件になってないですね、あれは。そうじゃなくてやっぱり事件自体そういう固いことを言わないで、はい、あんたは代表なんだからそういうことはね、こっちを置いといて一言で。いや、それは置いとけないと、どこまで何が本当なのかって私も本当に知りたいわけですし。そうすると、何と思ってないんじゃなくて、今後もあんたは一回大きくなれるんだよ。そういう固いことばっかり言ってっからダメなんだ。現実みんなが苦しんで、あの匂いで苦しんだんだから。だからそれが炭素菌なのか何なのか私よく分かりませんけど。炭素菌じゃなくなってたでしょ。じゃあ、その化学薬品で、化学薬品でみんなが迷惑かけたんだ。苦しめられたことに対してごめんなさい、すいませんっていうくらいの謝りことは。それは現実とあったわ。僕らの炭素菌とかのことは分かんないよ。ただそういうの言われてるから、そういうふうに報道者なんかで言われてるから明らかになって、うん、私は奥さんから今日ね、あのご挨拶があるって言うからすごく期待してたんですよ。初めてオウムの方からね、ちゃんとしたね、常識的なあのそういうご挨拶みたいなのを聞けるのかなと思ったんだけれども、なんかこういう形っていうのはすごい残念、寂しい。それはこちらもそうですよ、炭素のことは私も知りたいですよ。それはでもほらやっぱりあのこういう騒ぎを起こしてね、私たちに迷惑かけたんだから、いろいろご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでしたぐらい。ちょっともう少し言ってください。それは私は言ったつもりですけど、大変申し訳ありません。もう少しご作れますか。食べてとは言わないわ。またこれ。ここにいるっていうことがとっても嫌でした。本当に職人だと思います。指示が出たらその時は頭からまた、はい、録画に状態にすれば。はい、と話しています。信者は来月中には残っている全国の施設からも立ち退くことになっています。私は大井真理教の広報部奈良木と申しますけれども、さっきから2度ほど電話させてもらってるんですけど、森本プロデューサーいらっしゃいますか。まだ会議中ですか。苦労してます。昨日の夜は何てました、山本さん。昨日の夜の献立は。昨日の夜ですか。昨日の夜はただの白いご飯だけです。おかずなしですか。荒木さんは今日の食事は 何食べました。まだ一食も食べてないんですか。まだ大事な仕事がありますから気を抜けませんか。それが終わったら何食べますか。まあ、そういうのほとんど変わらない。今日も明日も去ってもカルマというかそのカルマ、まあ、悪い部分は全部、ねえ、海が出てる。まさに本当に海が出てるんですけど、ね、水源さんの汚れが出てくるんですよね。ひどい人は全身になりますからね。うん、ちょっとすごいですね、それ、これ山本さんも経験あるんですか。やっぱ足ですか。いや、私の場合は足と手なんだ。今でもまだ残ってます。どこだっけな。うん、そこの こことかね、ちょっと引きつってるところですね。これはね、これはバイクに転んでやったやつ。何度も電話してもらってるんですけども、森本プロデューサーちょっとお話したいことあるんですけど、会議はもう終わりましたか。ちょっとこれまでの放送に関してちょっと私ども意見申し上げたいことありますので、ちょっと時間を取っていただきたいということをとりあえずお伝えいただけませんか。すいません、お名前のと教えますか。個人的なのことは社の方から禁止されてる。どういう社なんですかそれ。はい、いやですから誰に取り捨てたかちょっと私確認できなかったら後で聞いてませんよって言われたら私何度かありますので、受付、私の電話受けられた方はどなたかっていうのを一応確認しておきたいんですが。個人的にじゃないですよ。その 社員として連絡、私の名前聞いてるわけですよ。逃げてるやっぱり。ちょっと聞いてみましょう。すみません、お名前など教えますか。個人的に
ですね、あの私ども名乗ることをですね、社の方から禁止されてますので、個人的名乗ることは社の方から禁止されてる、はい、あの私の名前を、どういう社なんですか、はい、申し訳ございません、はい、いやですから誰に取り捨てたかちょっと私確認できなかったら、はい、後で聞いてますよって言われても私何度かありますので、はい、受付、私の電話を受けられた方はどなたかっていうのを一応確認しておきたいんですが、これはあの事実分かるんですけれども、社の方からの方でですね、あの個人的に名前を出すのはあの個人的にじゃないですよ、その社員として連絡会社の名前聞いてるわけですよ、はい、はい、ですからあの社員に言われてますので、私あの自分の名前を名乗ってことは今できないんですよ。足治りましたね。ええ、おかげさまで。カメラまで切ったってことですか。どうでしょうね。一部出たんですよね。もうちょっと行くかと思ったんですけど、案外あっさり終わったなと。それが、まあ、出る前っていうか、それを悪化して今と以前となんか違いますよね。まあ身体的にやっぱり軽いですよね。なんかそういう下に引きずるような、そういう感覚がなくなったっていうのはありますね。僕はこれは多分でもいわゆる水虫の悪化したもんじゃないかと思いますけど。水虫ってこんな水虫か、もしくはまあちょっと分かりません、まあ、足の皮膚の病気みたいな。あ、まあそれでもいいんですけどね、うん、とにかくなんかそう一箇所に特定の部位、もう怪我にしろ、人為的なものにしろ、その偶発的なものにしろ、そういう病気みたいなもんですよ。なんかそういうの集中する時があるんですよ、まあ、それ絶対ひっくるめてそのカルマがそこのカルマがその解放されてるという見方をしますね。上ですか。はい、よく見ておいてもらいたいなと思ってるんですよ。よくちゃんと記録に取ってもらいたい。我々そういう記録取る習性がないですし、取ったとしてもそれ、うん、我々は取ったんだよ本当に。その意味が違ってくるでしょうしね。そういう外の人にでちゃんと見える人に見える部分は見てもらいたい。
聞いてもらえば聞いてもらいたいなって見えてると思いますか。じゃあ森に。そうですね。ここは今のオウムの一番のアジトなんだと、うん、アジトのナンバーここで暴力を繰り返してるんだっていう論調なんですか。ここで山本さんはその中の最右翼になってる。なんで私が最右翼になるんですか。この中心人物は山本さんじゃないですか。違いますよ。誰ですか。荒木候補ちゃんですよ。近いっていうのも大丈夫。朝原被告でやっぱその辺虫を踏んづけたりしちゃいけないわけでしょ、うん、だからそのその辺になってくるとちょっと非常に難しい問題になってくるから簡単には説明できないんですけどね。だから本来は殺傷はいけないことですからね。本来は例外はあるんですか。いや例外はないです。だからその言葉の表現が非常に難しいんだろうなんですけど、両辺はして弱いかな、うん、あ、こっちに、あ、今日はこれが終わったら神君にお帰りになるんですか。え、ちょっともう一つ別のところ寄って、うん、それから帰りますけど、尾行なんてのはついて回ってますね。ついてますよ。ついてます、ええ、しっかり車がついて回ってますか、ええ、そう、県が変わるとその県の公安に変わるんですよ。クルタじゃない、クルタ姿じゃなくなった初めて見たんです。あ、そうですか。やっぱりそういう私服で、うん、っていうか、普通の人に会ってたんで、普通の人、普通の人っていうか、事件って本当にあったんですか。本当に、うん、地下鉄サリンについて、まあ、その例えば井上さんとか証言してる人がいますから、林さんとかね。ただ、まあ、その、まあ、今まで私はそれも本当に何とも言えなくて、あった私もあったかもしれないなっていうことしか言えないですけど、まあ、ただその林さんの証言とかまあ読みますと相当具体的に書いているから、まあ、そこのちょっと実際にその、まあ、この間の裁判であったそのかさでついたとかそれに関してはそこ、うん、そうなんだろう。やっぱり彼はそういう行為をしたのかなというふうに思う、そうですね、思う部分もあるけれども、やっぱりその全体像がわからないし、人間社会って矛盾があるわけですよね。例えば戦争で多くの人が殺されると、だけど戦争で例えば殺されたことに対してその勝ったらそれは咎められることがないし、でも実際にすごくたくさんの人が死んじゃうわけですよね。でそのこと自体にの罪というものは問われないとか、その人間界における矛盾というのはたくさんあるわけですよね。なんかそういうそれがどうしてなのかとか、人間より高い世界って本当にあるんだろうかとか、そういう疑問を本当に宗教的な疑問ですね、それを持った時に果たして誰がそれに答えられるだろうかって言ったら、私は今まで本当に小さい時からずっとそれを疑問に思ってきたんですけど、それを本当にこう納得のいくような答えをくれた人っていうのは本当にそうしかいないですね。だからそういう意味で自分が
学んできたその教えとそれから体験してきたことのそのそれをまあ世間の人はマインドコントロールって言うんですけど、そのなんていうかな経験というかその体験っていうのはその例えば井上さんとか林さんが証言したとしても全然そのあったかもしれないなっていうけど、そのもっと深い部分で揺るがないっていうかそういう部分があるんですよね。ございましたらお願いしたいと思います。荒木さんと朝原さんとその接触する機会ってのはどのくらいあったんですか？京都で在家浸透していたのが1年半ぐらいで、その間に、まあ、5、6回ですかね。出家しから、頻繁に回数も会ってました。どんなにこの人から見たら馬鹿らしいと思うような価値であっても自ら選んでですね、そしてこのそれでライフスタイルを築いていくという自由は日本にはない。これは自分自身の価値観を選択するための私は非常にいい機会でもあろうかと思いますので、そういう議論を含めながらですね、荒木さんを中心に質疑応答をしていきたいと思ってますけども、どなたからでも結構です。どうぞ質問があったら出してください。私は今生きてる幸せだと思うし、はい、でその生きてることを幸せだと思う考え方もあると思うんですよ。修行をしたいとか、はい、なんか理想に近づきたいとか欲求から解放されたいっていうのは欲求には入らないんですか？夕飯をなんか2人分3人分食ってて、でさらに子供を作って愛人までいたとか、なんかめちゃめちゃに書かれてるんですけど、まあ、話半分に聞いたとしても少なくとも食うもん食ってるし、うん、子供まで作っちゃってるし、うん、あと車がベンツですか？ヘリコプターまで持ってますよね。どこら辺に欲を捨ててるんですか？まあ、ごく一般的な社会の意見としては、例えばオウムああいう凶悪な事件を発生させたのに責任を取らないだとか、なんか謝罪をしろだとかいうような意見があると思うんですけど、そうやって有罪判決が出た後に何かそういうふうに取るべき対応っていうんですか、別にそれともそのまま現状のまま我々は関係ないっていうのはなんか変ですけど、実行したわけではないし預かり知らぬことだみたいな感じで黙殺するっていうか。寂しそうですね、はい、今はうつむき加減で歩いてる。あ、うちでも自然じゃないんじゃない、それは美味しいですか？荒木さん、お湯飲みますか？あ、私いいです。何もいらないですか？リンゴ剥きますね。リンゴは成長するけど食べられる。まあ、埋めても木にはなりませんよね。リンゴ自体は種があるから腐ってうまく発芽したら成長するものになる。種はなんか種は埋めますよ。食べてはいけないものとかっていうのはあるんですか？ありますよ。出来上がりに今年が取った上等手段だったって。どうして？みんな神君試験行った時、ハボ法が適用されたら日本の社会が、うん、どうなるか分かんないけど、すごい大変なことだと思うんです。自由がなくなるから、表現の自由とか信じる自由が。256号室5名を含め、法務教の許せないことは多くの犯罪に対する連帯責任を取らないと。法務部はまあ多少減ってるような気がしますけど、このことはこのバカ集団の組織を存続させ来るべき将来に誰かがまた同じような凶悪犯罪を起こすことにつながります。かっこ、こいつらは人の顔をしているだけで人間ではない。かっこ、日本人の恥であります。こっちがそういうこと言うと、すごいな、広い。こんな殺人集団に人権どうのこうのというのは論外で、人権を与える必要もない。昔であればオウム信者は全員打ち首である。こいつらがいつ256号室に現れるかもしれないが、山科生えた常時出入りできる出入り口が5カ所、うん、バカ集団とかさ。そうですよね、そういう言葉も書いた。人間の顔をしているだけで人間ではないと。何を持ってこういうふうに言えるかわかんないけど、ジャジメント、あ、罪、うん、裁き、あ、裁き、あの出家したら夫婦一緒に住むっていう形はもう取らないってことなの、イコール。そうですね、もうバラバラです。ってことはじゃあその種の保存ってことも
しないってことなんですか。そうですね、基本的に。性欲をなくす修行とかって柳さんもしてるでしょ。はい、性欲をなくす修行何ですかそれは。え、そんなのあんの、うん、え、聞いたよ、みんなに性欲を滅する瞑想って、うん、あ、私はあれまだ伝授されてないですけど、ね、伝授されてないってどういうことなんですか。必要のある人は伝授されてる。必要のない人だから伝授されてないってことですか。まあ、そうじゃないですかね。じゃ性欲が強い人は伝授される。性欲があんまりないってことだと思う。宇宙があって、その、まあ、この欲六界というこの世界で現実するとやっぱり展開があって、そのアシュラの世界があって、人間があって、動物があって、ガキがあって、地獄があって、上はもっと上があるんですけども、展開にもいろんなランクがあって、神様もいろいろあの仏教の話ですよ、うん、だからうーん、人間の魂ってそんなに上等なものだったら、上等というか宇宙の構造からしたら、だからみんながその地獄から這い上がって、そのどんどん人間も通過して、その上の世界に、うん、ステージアップしていけば、その方がより幸せであるということは当然その世界観からして言えるわけですよ。女性として見出すと、なんかそれ以上に関心のある話がある、なんかしにくくなるって感じかな。まあ、すごくその女性としてみるという見方に非常に違和感があったんですよ。非常に居心地というか見心地が悪かった。女性の手に言ったことありますか。それは、そうですね、幼稚園の泳ぎ程度ですかね。じゃあキスは。記憶はないですね。どうしますか、生体験は。おそらくないでしょう。例えば16日に意見陳述を、ね、やって、それで年内に結論が出せるのかと、うん、いう問題がありますよね。実際に、ね、普通真面目に言えば意見聞いてそれからまた考えるということだから、でじゃあ16日に意見聞いて年内に結論出すんだと、もう結論決まってるわけだよね、最初はね。本日朝からどうもご苦労様です。クラブの方であのご案内の通りですね、本日の施設の公開はあくまでも破防法の適用要件がないことをですね、弁護団の方として立証するという趣旨ですので、13社ぐらいですかね、2、3社来たんですね。中国記者関係、特にそうですね。僕はインタビューというのは、その記者が来た時にインタビューって言うんですか。質問という形で、カメラの時はじゃあインタビューないもうあると思います。ありますね。シラさん、顔もいいんですかね。できたら聞かれたり。まあそうですね、できたらね。大目下にやってもらった方が印象いいですか。まあ、いやまあそうですね、まあ、親がちょっと田舎の方ですね。こういうとこで言ったらどうしよう。俺も帰ってくるなって言われて。なんかね、まあちょっとまあうちわの事情なんですけど、なんか弟が結婚してどうのこれ話しまって、ちょっとまあ個人的にはいいですけどね、ちょっとまあ顔わからんと思うんですけどね。大丈夫です。わかんないよ、相当なんかあれだけわかんないから、横顔ぐらいにしてほしいですね。一緒で横顔もしてほしい。あれ気分ぐらいだよ、わかるわ。まあ、そういうのは開きになってますけど。なんかあの、ビールかなんかに、うちの人に説明してください。じゃあ、上で仕事してたらいいんですか。こちらもまたこうした破防法関連の、書類ですか、そうしたものが置いてありますが、いつからこちらに、2000個違いないと、なんか卵とこれ醤油ですか、昆布醤油あったみたいですか。それのまあ相談とか、相談に対して行われた家宅捜索で、それじゃあ最後に
それでは最後に1階の方に来てみたいと思います。信者の人と見られる靴がですね、ございます。まあ、こういう言い方するとちょっとまあ誤解を受けるかもしれませんけど、まあ、こういう状況に置かれて、なんですかね、まあ、今までなんていうか、まあ、社会とか、まあ、なんていうか、まあ、非常に曖昧というか、なんていうかな、そうですね、まあ、社会の周りもよく見えるようになったし、そうですね、ちょっとうまいこと説明できないんですけど、社会の何が、そうですね、まあ、本性ですか、こういう言い方するとちょっとまたあれなんですけど、まあ、矛盾っていうんですかね、もはやもうグルではなくて、ただの狂った人という以上の感想はありませんし、まあ、オウムの一連の凶悪事件を引き起こした中心人物として死刑になるのは当然であると考えています。ハルマゲドンは来ません。そして21世紀は必ず来るんです。ですから今でもまだオウムを信じていて、しかも、まあ、私のことを聖大使だと思っている人がいるとするならば、ぜひ聞いてほしいんですけれども、オウムを解散してください。国民をバカにするのはオウムの悪いではないか。和彦ちゃんの首を絞めて穴に埋めたオウムは悪いではないか。命令をさせた請求が決まった時、公安の人が言えないからもったいないよ。そうそうそう、写真撮ってあげるから昨日みんなでね、プリクラ撮って撮ったんですよ、これかけて。知ってます、プリクラって、はい、プリントクラブって知ってる。女子高生がお金を入れてシールを作る小さい、あれ福田先生とみんなでこうやって撮ったの渋谷で頑張ってください、荒木さん、ええ応援してますから。応援してんの？個人はね、別に。オウム真理教の荒木博士が応援する？いいえ、荒木博士さんも応援しますよ。まあ、それできるのかな、知らない。喜んでるから。喜び表しちゃいけない。悲しみに変わるから。今のテーブル。寝ないで。
中がものすごいよ、匂いがとても入ってられないぞ。これはあれはエンジンかかってるな。鍵閉まってなんだ。あれな、あれも閉める。昨日電話かかってきましたよ、ね、私の身を案じてるんです。もちろんお母様、母親から、うん、世間の目ってのはまだまだ厳しいっていうのはちょっとお母様改めて思ったと。よく気をつけるようにとか、あなたことまだその憎んでる人も いるはずだからと。体に気をつけてみたいな。体とか夜道に気をつけてみたいな、そういう話ですけど。連れていくわけにいかないんですか。の破防法棄却の決定を私たちは大きな安堵を持って迎えます。この決定によって私たちの信仰は救われました。実際人は死んでるわけですよね、その事件があったわけですよね、それにローマが関与していたってことは、これはおそらくまあほぼ間違いないでしょう。大物信者ですか。大物様らが関与していたっていうのは、一番の様らがですよね。これはやっぱりこれだけ裁判で証人があれだけ証言していて、関与の仕方までは分かりませんけど、全く無関係ってことはおそらくありえないですよね。でそこで要するに社会を要求してるっていうのは、じゃ社会に生きてるんだったら社会の挨拶をしなさいと、社会の規範に習いなさいと、道ですれ違ったら挨拶をするように、いずれにせよ君らはその宗教的背景はどうであれ迷惑をかけたんだと、だったらそれについては謝れと。じゃあ事件に関してことが間違いないというふうに確信を持ってるんであれば、その部分については何らかの姿勢を見せる必要があるんじゃないんですかっていうのが多分社会ですよね。まあ、社会のルールなんですよね。なんか今の状況でまあ。認めてしまうと、その今社会がいろんなそのオウムに対して抱いているいろんな憎悪っていうのを全部ひっくるめて、もうそれを肯定したことになってしまいかねませんからね。そうだし、オウムはインチキで浅原詐欺師で、そのみんなそのマインドコントロールかって。やっぱりちょっととてつもない事件だったことはやっぱり事実なんでしょう、きっと。これはあったようだが、うんぬんっていうのはちょっとそれじゃあ、それちょっと そういう中途半端な対応は私はできないですね。じゃあ何でお前らまだその教団とどまってんだって言われたら何も言えませんもんね。今後も監視が必要と指摘したが、早速会見を開いた教団は気色満面でこの発言。私が家に帰ったらそれで片付く問題と思いますか。家に帰ったのつまり脱会したってことですか。
その息子が出家してるって言って母親が悩んでるとして、うん、一つの一番大きな悩みは消えるでしょうね。でも多分いろんな悩みは後からまた湧いてくるでしょうし、それはそういうもんですよ。そういうもんですよね、うん、多分今度はじゃあ広重のお嫁さん世話しなきゃいけない、あるいは仕事どうするんだ、いろんなやっぱりそれはもう悩み苦しみ出てきますよね。別に帰ったんだからちゃんと、うん、普通のただも親にしてみればおそらくその悩み苦しみっていうのは愛してるがゆえの悩み苦しみじゃないですか、ええってことはやっぱりそれを断ち切ることが一番辛いわけですよ。たとえそういった悩み苦しみが今後派生しようとしまいと、いやだからそれを断ち切らないとやっぱ苦しみは終わんないんですよ。そうだけどそれを断ち切ることの苦しみが最大の苦しみなんですきっと。親にとってみればやっぱ失去される側に特にまあ両親とかね肉親にとってみればこれは本当辛いでしょうね。で多分それは失去する側がこれを断ち切った方が苦しみ生まれないよっていう論理を言ったにしても、多分まあお父さんお母さんあとせいぜい20年30年生きるかどうかでしょう、うん、その間にこの苦しみが癒されるかっていうのは僕は多分癒されないと思いますよ、うん、きっとずっと気にしながら死んでいくでしょうね年老いて。だってそりゃそうですよ。だって残された方が出家できないんだから、断ち切れないんだから気持ちは、うん、つまり自分が出家するためにはやっぱり周りがそういったような精神的な苦痛を味わわざるを得ないわけですよね、うん、みんなが一緒に出家できればいいですよ。まあ、これは昔からでもある問題っていうか一つの、ね、出家の場合にやっぱり出てくる大きな矛盾であり、でその矛盾をもしかしたら凌駕しないことには出家なんかできないのかもしれないですからね、うん、出家もできないし、捨てて先に行けるものだとして先に行きたいですけどね。なんかやっぱりその引っ張られるっていう印象がありますから家族っていうのは。30年は荒木さんどうしてますかね。大変ですよね。ご乗車のお客様おはようございます。大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終着の京都駅前へ到着です。祭壇にいないことになってる。今祭壇にいないことになってる。一応ある程度見てるけどさ、今さ同じなんだよな。やってるからやってないからってね。
今回の裁判でもその朝原選手の顔を飾ってるかどうかっていうのは争点になるんですか。争点じゃないですけど、もう味噌もクソも一緒ですから、何でもかんでも、まあ、破防法だったらそれは分かるけど、うん、この裁判とそれ関係ないじゃないですか。そうですよね気遣ったりしてる。裁判長だろうと、私は山科ハイツのオウム対策委員会の一員です。今回の出来事について私なりの思いと考えを申し述べますので、裁きのご参考にしていただければ幸いですと。所管256号室の5名を含め、オウム教の許せないことは多くの犯罪に対する連帯責任を取らないことである。このことはこのバカ集団の組織を存続させ、来るべき将来に誰かがまた同じような凶悪犯罪を起こすことにつながります。1、宗教に名を借りた極悪集団オウムと仲良く暮らすことは日本人としてできることではなく、こいつらの罪を許すことになり、山科ハイツの住民は全国民から馬鹿にされ軽蔑されます。2、この裁判に勝つことで坂本弁護士ご一家をはじめ、一連の事件で亡くなられた多くの人々とご遺族の方々の無念さを少しでも晴らし、敵討ちとしたい所存です。以上、平成8年10月。それはこれが先方の証拠として弁護士さんを通して、裁判長の方に上がってますから。広報部就任以降と以前とで、社会に対しての見方っていうのは荒木さんのことで変わりました。そうですね、なんていうか出家番願望がますます弱ってて、もう一回出家したいって感じで、こっからさらに出家したいというか、ある意味その出家する前よりもそのこの2年っていうのはそういうなんていうかな、現世っていうのを直面した感がありますからね。現世はどんな部分に直面しました。どんな部分ね、私と母親が一回東京で会ったことあるんですけど、その時にお母さんが来るっていう話だったんですけど、突然にちょっと具合が悪くなって、それ以来ちょっとなかなか外出もできない。鎮痛のあまりですか。まあ年ですからね、もうもともと心臓悪かった。結構その荒木さんを溺愛してたとかそういう、どうだろうな、丹波から新大阪までってのは一緒なんですか。丹波明日丹波に行くんですか。丹波ですか、明日、うん、私、帰省する。俺さんが私でも丹波だろ、ええ、丹波って別にだってお父さんお母さん、あ、高槻にいるんじゃないの。いや、ばあさん。あ、ばあちゃんが、ええ、ばあちゃんちか。死にそうなんです何やそれ親が嫌いになってやったわけじゃないですからね、私。それは説明します、その時に。むしろ私は親から授かったこの生っていうのを全うしたいと、私なりに不完全な形で終えたくないと、だからここにいるんだと、この先もこの道を辿っていきたいと。
まり